ハローハロー、柚木ゆかりです。今回は SCP-4296 の紹介と考察を行います。メタタイトルは簡易せし物。オブジェクトクラスはユークリッドです。メタタイトル、ピンときませんね。本家英語版ではザ・ワイヤーですが、この単語は性的なのとき趣味の人、もしくは人の不幸を見て楽しむ人を指すそうです。このオブジェクトはどちらでしょうか？まずは特別収容プロトコルです。SCP-4296 はサイトホニャララの収容室に収容されます。この収容室は保安職員2名によって警備されます。SCP-4296 に関する追加の指示は、空想科学部門のヘンリー・ウッズ博士が出すものとします。SCP-4296 の実験は毎日1回、ホニャララ博士の承認を得て行われます。特に異質な箇所はないように感じられますね。説明の項目に移りましょう。SCP-4296 は、全裸の男性人型生物に似た実体です。身長は6メートルで体色は赤色です。四肢が胴体と直接融合しているため、胎児のように膝を曲げて体を丸めた姿勢を保っています。SCP-4296 はすぐ近くで発生する人間の苦しみだけに反応を示し、激しく身震いしながら甲高い声でうめきます。SCP-4296 は肉体損傷と拷問を好んでいるようですが、心理的、感情的な苦痛にも一応反応を示します。しかし、人間の死につながる類の苦しみには反応しません。人間の苦しみを1日あたり最低1回提供されない場合、SCP-4296 はその時点における物理的及び刑事上学的な所在地から消失します。そしてその後、人間の苦しみを発見できる最も近い場所に再出現します。SCP-4296 は、物理的、刑事上学的、空想科学的な移動が可能だと確認されており、物理空間にも、夢の中にも、さらには映画やテレビ番組などの物語の中にも出現することができます。以上がオブジェクトの説明です。そこまでして、人の苦しむ姿が見たいんですか？ここからは実験ログをお送りします。阻止できないので、文章と音声のみをお楽しみください。実験ログ1。実験担当者は保安職員と D クラス職員。保安職員と D クラス職員が実験室に入る。保安職員は片手用の小切りを使って3時間かけて D クラス職員の四肢と頭部を一時的に切断し、実験室全体に彼をまき散らす。カメラ映像は D クラス職員がこの過程を通して覚醒しており、完全に意識を保っていることを示す。D クラス職員の身体が完全に切断されると、保安職員は自らの脊髄を引きずり出し、それを使って近くの照明器具から首を吊る。保安職員は本校執筆現在まで同じ場所で生き続けている。結果、SCP-4296 は身震いしてうめき声を上げる。実験ログ2。実験担当者は博士。博士が工業用肉引き機のカートを引きながら実験室に入る。肉引き機が部屋の中央にしっかり固定されると、続く30分間、博士は不詳不詳に自らの身体を肉引き機で加工し、うごめく雑多なミンチ肉となって排出される。結果、SCP-4296 は身震いしてうめき声を上げる。実験ログ3。担当者は次席研究員と2人の上席研究員。すべての実験担当者が入室し、SCP-4296 を囲んで座る。次席研究員と一人の上席研究員は素手で胸郭を開き、心臓と肺を除去して目の前の床に置く。彼らが予想通りに叫んでいる間、もう一人の上席研究員は自らの内臓を除去する動きに抵抗しようと試みるが、当然不可能である。全員の内臓が除去されると、実験担当者たちは繰り返し自らの頭を床に叩きつけ、やがて床の上で痙攣する以外の行動を取れなくなる。結果、SCP-4296 は身震いしてうめき声を上げる。実験ログ4。実験担当者は D クラス職員。D クラス職員が実験室に入る。彼の頭はその後爆発する。この後、D クラス職員は床の上を転がりながら首の断面をかきむしる。彼は未だにこの行動を続けている。結果、SCP-4296 は身震いしてうめき声を上げる。実験ログ5。実験担当者は、とある博士と次席研究員を除く、すべてのサイトホニャララ職員。すべての実験担当者が入室し、ガソリンを浴びてから、自らの身体に火をつける。表皮は完全に燃えるが、炎はその下の筋肉や肉を燃やすのに、十分な勢いで炎上できない。しかし、炎は依然として、耐え難い痛みをもたらす。SCP-4296 を除くすべての人物が永遠に燃え続ける。結果、SCP-4296 は身震いしてうめき声を上げる。SCP-4296 研究レビュー。記録開始。もう、サイトには誰も残っていないと聞いたよ。はい、その通りです。全員、SCP-4296 の実験で消耗しました。ああ、なるほど。筋が通っている。はい、残念です。これから、どうするんですか？うん。ですから、私たちはこれからどうするんですか？ああ、今から？はい。そうだね。さっさと仕事を済ませるに限ると思うよ。その後は全てが終わって我々はまたこれを始めるんだ。前にも言った通りね。筋が通ってますね。前回と同じ形式でやりますか？ああ、もちろんだとも。博士？何だい、次席研究員。私たちの名前がどうあるべきか、疑問に感じたことはありますか？ははは。いや、あんまり。博士は支給品の拳銃を抜いて、次席研究員の喉を、続けて自らのこめかみを打つ。どちらも死亡せず、宇宙が熱的死を迎えるまで痙攣し、息を詰まらせながら床に横たわり続ける。SCP-4296 は、身震いしてうめき声を上げる。以上で、記事内容の紹介を終わります。さあ、何が起こっているのか考えてみましょう。考えるお時間が必要な方は、一時停止をお願いいたします。まずは、記事の中の気になる点を挙げていきましょう。きっと、それらがヒントになってくれるはずです。特に気になるのは、やはり実験ログでしょう。D クラス以外の財団職員も多数犠牲になっているのも変ですが、明らかに致死性の傷を受けても動き続ける職員、という異様な光景が描写されています。その後の実験レビューにおいても、宇宙の終わりなどという現実離れした表現が用いられています。このまま実験レビューにおける他の気になる点にも触れましょうか。すべてが終わって、またこれを始める。前回と同じ形式。彼らはこのような恐ろしい実験を繰り返しているのでしょうか？記事にループタグはありませんが、ループ現象を示唆しているようにも感じられます。実験レビューにはもう一つ気になる点があります。非常に意味深なこの会話。名前がどうあるべきかというのは何を示唆しているのでしょうか？気になる点は次が最後です。なぜ空想科学部門の職員が特別収容プロトコルに登場するのでしょうか？私はこの部門に関する知識をほとんど持ち合わせておりませんが、名前からして関係なさそうに感じます。さあ、私がヒントと解釈している点は以上です。何を言いたいのかお察しいただけましたか？では、私のヘッドカノンを述べましょうか。SCP-4296 は人間の苦しみを観測するために、現実のみでなく架空の物語の中にも登場します。そうです。架空の苦しみでも満足し、瞬間移動を控えてくれるものと思われます。前述の実験ログは全て架空のもので、SCP-4296 を満足させるために繰り返し提供されているのではないでしょうか。こう考えると、現実離れした描写、ループ、空想科学部門の登場の全てが説明できます。名前のあり方という言葉もこのことを示唆していたのでしょう。架空の存在である彼らには、黒塗りの下に隠された名前などはおそらく存在しません。ただ、この説を前提とすると別の疑問が生じます。架空の実験ログと推測しましたが、それならば職員が抵抗を示していることに違和感があります。不必要な描写と言えますからね。まあ、無抵抗よりも抵抗している方がそそるだろう、と判断されたのかもしれません。しかし、名前のあり方に関する会話、これは本当に不必要ではないですか？リアリティを持たせたいにしても、このような会話は不自然ですし。かといって、架空の実験説を撤回するつもりはありません。ここからは本当に妄想ですが、実験ログの臨場感を高めるために、財団が異常な手段で登場人物に自我を持たせた、なんていうのは面白くないですか？ただの架空の実験ログならば平和に終わることができたんですが、こう考えるとやっぱり残酷じゃねえか、とオチをつけることができます。といった内容の動画をニコニコに投稿したところ、様々なコメントをいただくことができました。ここからは、それらのコメントを踏まえてさらなる考察を行っていきます。まず気になったのがこのコメント。AI。そうですよ、それでいいです。なんでこんな単純なことに思い至らなかったのか。無意識のうちに異常なものに固執して考えてしまっていたようですね。お恥ずかしい限りです。ただ、AI といえど抵抗したり、自身の名前に疑問を持つ程度には自我があるようですね。かわいそうだと思いますか？そして、衝撃を受けたコメントがもう一つあります。このコメントがきっかけで動画の延長に至りました。それをプロトコルに書かないのはおかしい。確かにその通りです。特別収容プロトコルに記載しないと収容に支障が出てしまいそうです。しかし実際には書かれていない。ならば書かれていない理由があるのでしょう。一体どんな理由なのか？ここに関して複数名のコメントで言及されていた案が関連付けられます。SCP-4296 はこの報告書に収容されている。これならば、架空の実験ログを用いていることを SCP-4296 に知られないために、特別収容プロトコルに記載がないと説明できます。別に知られちゃってもいいんじゃない？と思われるかもしれませんが、前述した通り、SCP-4296 は精神的な苦痛よりも肉体的な苦痛を好みます。そうです。苦痛の種類に好みがあるのです。このことに関連付けて、架空の苦しみよりも現実の苦しみを好んでいるかもしれない。架空の苦しみと気づくと不満を感じて移動してしまうかもしれない。こう考えるのは不自然なことではないと思います。実際に自我を持っているような AI を採用していることも関連付けられるでしょう。一旦、ここまでをまとめましょうか。しかし、実は SCP-4296 が報告書に収容されているという説に関して、本文の描写と食い違いがあります。言い訳がましいのですが、私が当初この説に至らなかったのも、これが理由です。SCP-4296 は、サイトホニャララの収容室に収容されます。これでは、納得のいく説明ができません。いや、よく考えると、なんでサイトの詳細が伏せられているんですか？特別収容プロトコルの内容は、通常ならば伏せられることはほとんどありません。収容に支障が生じかねませんからね。ならば、伏せられている理由があると考えるのが道理です。これは、あくまで私のヘッドカノンに過ぎませんが。このサイト、実在しないのでは？さらに言うと、その後登場する博士も実在しない、というか、実験レビューに登場する博士と同一人物なのではないでしょうか？考えがまとまりました。架空の博士が架空のサイトで架空の職員を用いて凄惨な実験を行う。全滅したら再び初めからやり直す。これを毎日繰り返し、架空の博士によって自動的に実験ログは更新され続ける。そしてその実験ログとともに、架空の特別収容プロトコルを報告書に記載する。すべては報告書内の SCP-4296 を満足させるために、ここからは、想定される疑問点への回答を考えます。SCP-4296 が収容されている報告書を、一般職員が読める状態で放置して大丈夫なのでしょうか？説明の項目が真実ならば、当面は心配ないでしょう。架空の博士が頑張る限りは、ですが、AI を用いた実験すらも行われていなかったのでは？他の架空の職員は AI ですらなく、博士のでっち上げた実験ログに過ぎなかったのでは？これはあり得るかもしれません。しかし、博士と対話していた次席研究員は、自身の名前のあり方に疑問を抱いていました。博士がでっち上げた実験レビューならば、こんな言葉は用いないでしょう。このことから、AI の博士と次席研究員は実際に対話しており、次席研究員も自我を持つ存在であると考えられます。そんな次席研究員が、他の職員の全滅を悲しむ描写がありました。ならば、他の職員の AI もやはり存在するのでしょう。SCP-4296 を満足させるために痛めつけられ続けているのでしょう。私はそう解釈いたしました。実験ログの内容が非現実的すぎて、架空のものだと SCP-4296 にバレてしまうのでは？あまり頭が良くないんでしょう。震えてうめくことでしか感情を表現できないようですし。真面目に考えます。架空の実験であることを隠されている。実験ログの中身は非現実的。そんな状態に SCP-4296 は満足している。変だと思いますか？しかし、このことから SCP-4296 の好みを推察することができます。先ほどは説明をスムーズにするために、SCP-4296 はフィクションの苦痛を好まないと仮定しましたが、実は、架空のものでも満足するのかもしれません。しかし、それを架空のものと指摘されることは好まない、というのはいかがですか？初めから架空の物語と分かっているのに、改めてそれを指摘されるのはなんとなく嫌だ。SCP 記事を楽しむ、私たちみたいですね。以上、SCP-4296 に関する説明と、私のヘッドカノンでした。他人の不幸を見たくて仕方がない、悪趣味なオブジェクトでしたね。でも、よく考えると、実験ログを拝見した際にワクワクしてしまった、私も同類なのでしょうか？いや、財団職員が亡くなった際にも感情を動かされる分、私の方が立ちが悪い。これ以上考えるのはやめましょう。本動画はこれで終了といたします。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、お願いいたします。